コネクタディスプラポート垂直部分が、オウ、中央の黒い横棒部分が、一つになっており、プラグ側中央部のオウにはまり込む。接続端子は、千鳥配列になっている。高速伝送での損失を抑えるために、ケーブルは太く、コネクタ側に爪が出て引き抜け防止となる、オプション規定もある。ミニディスプラポート白色部分が、オウ、中央の黒い横棒部分が、一つになっており、 プラグ側中央部の王にはまり込む。Apple が開発、提案し、ディスプラポート、スタンダードバージョン1、リビジョン 1R 規格で標準化されている。ディスプラポートと、ミニディスプラポートの作動高速データ信号線と制御、信号線の回路外用データ信号線と制御、信号線は共に、作動回路で50オームの抵抗を介して、バイアス電圧にプルアップされている。 出力側は直列にコンデンサを入れ、DC 成分が遮断されている。制御信号線は一組の作動信号線を双方向で使用し、100kΩ の抵抗を介して、電源とグランドにプルアップとプルダウンされており、最高 1Mbps までの速度に対応する。ディスプラポートは液晶ディスプレイなどのデジタルディスプレイ装置のために設計された。 映像出力インターフェースの規格である DVI の後継を狙った規格であり標準化団体であるベッサによって策定された二次的な仕様ではあるが音声信号や汎用データの転送も可能である音声信号伝送に関してはオプションであるため機器によって対応、非対応のものがある CRT ディスプレイの時代から長年使われてきたアナログ VGA インターフェースは 1999年4月にデジタル信号を扱う DVI の登場によって置き換えが進むかに思われたが実際には両者の切り替わりには時間がかかっていたその後21世紀に入りノートパソコンでの DVI 端子の厚さに対する不満やデジタル家電での HDMI の登場によって末置き型の PC でも DVI から HDMI に対応するようになるなど DEC 業界からは DVI や HDMI では満たせない小型化やコスト低減、今後の高速化への余地を確保できるような新たなインターフェースが求められた。こういった背景でディスプラポートはそれまでの DVI を置き換える目的で開発され、2006年5月の最初の企画である1.0が別社によって発表され、2008年1月にはバージョン 1.1A が策定された。 特に2007年1月に、それまで、宇治企画を推進してきた、米インテル社がディスプラポートの指示に転向してからは、PC 用ディスプレイで、今後の利用が進むと考えられ、ビジネス用の PC では、ディスプラポートが、AV パソコンと呼ばれる PC では、HDMI が採用されるというのが主流である。またディスプラポートでは、HDMI や DVI では想定していなかった。 超高解像度での利用を視野に入れており、特定のビジネス用途では他に選択肢がない。なお、この超高解像度のサポートはもともと、マルチディスプレイ環境下での解像度の合計値を想定して定められたものである。ディスプラポート端子を装備した PC のバックパネルの1、例ディスプラポートデュアルモードは、デュアルモードディスプラポートとも呼ばれ、 ディスプラポート出力を単純なパッシブアダプタを使用して HDMI または DVI ディスプレイに接続できるようにする企画である。デュアルモードはオプション機能なのですべてのディスプラポートソースが必ずしも DVI、HDMI パッシブアダプタをサポートしているわけではないが実際にはほぼすべてのデバイスがサポートしている。公式にはデュアルモードをサポートする。 DP ポートを示すために DP のロゴを使用する必要があるが、ほとんどの最新のデバイスではこのロゴは使用されていない。デュアルモードを実装したデバイスは DVI、または HDMI アダプタが接続されていることを検出し、ディスプラポート信号の代わりに DVI、HDMI TMDS 信号を送信する。デュアルモードの制限、編集、ありがとうございます。